それでは今回の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、前回はまず部分空間のその和と直和に関する性質と公式で残った部分を説明しまして、それからベクトル空間の線形写像について紹介をしました。で、残念ながらその前回その線形写像の部分に残ってしまった部分がありましたので、今回は特にそのベクトル空間と数ベクトル空間の同型という話と、それから線形写像の表現行列という話を説明したいと思います。で、教科書はですね、157ページの一番下の定理 6.13 から始めますので、そこも随時確認しながら聞いてください。で、この定理 6.13 の趣旨については前回の授業の最後の方で説明しましたので今回は多くは語りませんけれども、どういう定理だったかというとV をベクトル空間としてでその V が N 次元であるとで N が有限次元である際にこの V というのはまず N 次元の数ベクトル空間に同型であるということそれからそれを伴ってですね、今度は全ての N 次元のベクトル空間は同型であるというのがこの定理の趣旨です。で、同型という概念をもう一回前回やったので復習しますと、同型というのはまず線形写像であることですね。線形写像であるということ、ベクトルの和とスカラー和を保存するような写像であること、それからあと全端写っていう条件がありました。ですので、そういう写像が存在する同士のベクトル空間は同型なベクトル空間といって、同型なベクトル空間はその線形代数の枠組みで考えている範囲では同じものとみなしてよいというのが前回の説明した内容でもあります。そこで一応これも大事な事実ですのでこれも一応証明を紹介したいと思います。で証明としましては同型であることを言うためには何が必要かっていうとそういう同型の写像が存在するってことを示すっていう必要があります。そこでこれも数学ではよくやるんですけれども存在するというからには実際にそれを作ってですね写像を作ってでもそれが実際に同型写像であることを示すという手段を経て、この数学の証明というのはやっています。であと今回の証明を紹介するもう一つの目的はこの後で説明しますその、線形写像の表現行列ですね行列の表現っていうことの説明にもつながってきますので、そういう意味も込めて今回の話を紹介したいと思います。証明は眠いですからだんだんスリープモードになっていくのは仕方ないかと思いますが最低限この事実だけはしっかり押さえておいてほしいと思います。でそこで、まずですね覚えておくことはまず F の作り方にあたってこの、V というベクトル空間が与えられたとしましょう。今、V というのは有限次元っていうことを言ってますので。V にはこういう規定が存在します。これを x1 から xn というふうに置きましょう。でそうしますと、その V の任意のベクトルですね V の任意のベクトルっていうのはこういうその規定 x1 から xn の線形独立か線形結合こういう線形結合の形を用いてただ一通りに表されるということに注意しておきます。この時にこの線形結合の係数がですね鍵を握っていて、こういうある V ベクトル V っていうのはこの x1 の a1 倍から xn の an 倍までの和で位置的に表されるっていうのが一つのポイントになります。でそこでじゃあ位置的に表せるんだったらそこでもうすでにこう1対1かつ全てのこの係数の組とベクトルが対応してるんじゃないかっていう話になるわけですよね。ということはこれ一種の全端写なわけでしてそこでこの、各ベクトルを この数の並びに対して n 個の数の並びに対してこの n 個の数を係数として表した
この V のベクトルを対応付けましょうと、そういう対応付けでこの F という写像を定義します。そうすると、実はこのですね N 個の並べ数を並べた集合っていうのは、まあ、N 次元の数ベクトル空間と見なすことができますから、するとこういう対応を与えた段階でこの N 次元の数ベクトル空間から、今考えている V っていうベクトル空間へのこう写像を与えたことになります。こうやって F を定義すると。だからまあ言ってみれば当たり前といえば当たり前ですよね。だからまあ N 個数をとりあえず取ってきなさいと。そしたらその N 個の数を係数に使ってこういう線形結合を作ってで V のベクトル1個取ってきなさいと。それを対応付けますということを言ってるわけです。でこうやって定義した F が実はこの N 次元の数ベクトル空間から今与えられたベクトル空間 V への同型写像であるということを、まあ、示すというのでこの証明をやっています。で同型写像を示すためには、3つのことを示す必要があって、ここに書きましたけども1個目はこれが線形写像であるということで、2個目は、この写像が前写である、で3個目最後にこの写像が単写であるということを示すことでこの同型という証明をしています。でしょうか。で、まずこの F が線形写像であることの証明なんですけれども、これはこう今まで何回もやってきていますので、まあ大体掴んでいる人もいると思いますが、これはまあ2個ですね、こうベクトルを数ベクトルを持ってきましょうと。A1 から N っていうベクトルと B1 から BN っていう2個のベクトルを持ってきて、でその2個のベクトルをこの F で写すときにその線形写像 のルールが2個ありましたよね。1つはこれこの2個のベクトルを加えてから F で写したものと加えたものと、それからこの下にありますようにそれぞれのベクトルを F で加えてから、あ F で写してからこう加えた結果がまあ等しくなりますよっていうことをまず示すっていうのが一つの目のルールの証明なわけですね。でもう一つはまあ A1 から N っていうベクトルをラムダ倍してから F で移した場合と、それから先に F で移してからラムダ倍したものが等しくなるっていうことを、まあ、これが二つ目のルールで、まあ、この二つのルールがまず満たされるということを言って、あこの F は線形写像ですということがまず言えるわけです。ここまでいいですか。で次にその F が前写であることを、まあ、示すんですけれども、これはですねまず何を示せばいいかっていうと、この一番下の行にある事実です。この V っていうのはこの写された方のベクトル空間ですね。でそれとあとこのイメージの F っていうその数ベクトル空間をこの F で写した全体ですね、これが一致するっていうことをまあ言えば、この F は前写だってことが言えます。で、それを、で、そのために何を示したかというとですね、だいぶ前にこの授業でやったんですけれども、このイメージ F っていうのは、どういうふうに、どういうベクトルで生成されますかっていうと、この、写される側の、今で言うとその数ベクトル空間 N 次の数ベクトル空間の規定をこの F で写したものですね、ここにあります F で写したもので、生成されるのが実はこれがこのイメージ F になりますという、定理がありました。でこの E1 から EN っていうのはちょっと記号省略してしまいましたけれども、標準規定といって、まあ、なんだ10000とか00010ってそういう規定ですね。ですからちょっと黒板で補足しますと、例えば A1 今考えているそのベクトル数ベクトルというのはこういう形の A1AN A2 から AN の縦に並べたこの列ベクトルなんですが、これはこの A1 から AN の成分をこう外に出すと、A2 は0100の N2 倍
で最後 an が0001の an 倍というふうに書けるわけですね。で今はこれのことを e1 とか e2 とか、まあ、en というふうに書いています。1行目はこういう意味です。いいですか。で、そうするとこういう形で表せるんですけれども、そうすると f このベクトルですね、このベクトルを f で移すということは、この a1 から an というベクトルがもともとこういう形の線形結合で表すことができて、でこれをは線形写像のルールからこういう形の線形結合に変えることができますから、変えることができます。でどうしたかな、それが実は移った先ではこの a1 から an っていう係数を使って、まあ、こういう形のベクトルに移しますよっていうのがこの f の定義なわけでした。でそうしますと、このことから分かるのはこの元の数ベクトル空間の標準規定ですね、この e1 e2 e3 から en っていうのをこの f で移す先っていうのが実はこの移った先の v の規定それぞれに対応するっていうことですね。こう言っているように EI を F で移したものは実は V の規定の XI に移ってますということが言えますので、そうするともともと F のイメージっていうのはこの標準規定 E1 から EN を F で移したベクトルで生成される部分空間だったんですけれども、この E1 から EN を F で移したベクトルっていうのは実は X1 から XN と表すことができて、でこれは実は V の規定だということで、でじゃあこれって結局この空間は V 自身だってことになってですね、で結局この F のイメージの部分空間っていうのは V 全体になるということが分かったので、この F は全写だという結論が導かれますという説明なんですが、もしそうですねちょっと分かりにくい、もしくは理解が追いつかないという人がいましたら、また後で個別に説明しますので、その時質問してください。で、最後この F が単写であることはですね、この単写の線形写像が単写であることの同値な条件として、F のカーネルですね、この F のカーネルがゼロベクトルに限るということという条件がありますので、これを示します。で、それを示すにはそのどうすればいいかってことなんですけれども、じゃあまずこの何でもいいから勝手なベクトル A1 から AN っていうこの数ベクトルを F で移しましょうと。でその移した先が0ベクトルだったとしましょうと。で、0ベクトルだった時にこの実はこの0に移るこの数ベクトルは A1 から AN を全部0にするしかないですよっていうことを示せばいいんですけれども、じゃあそれは実際にどうやって示すかというと、その F の定義からですね、この A1 から AN を F で移したものは、こんなふうに、V の規定を使って A1X1 から ANXN の、和にで表せるわけですね。でもしこれが0だったとすると何が起こるかというと、実は X1 から XN はこの移った先のベクトル空間 V の規定ですから、X1 から XN は線形独立だと。ということはもしこの A1X1 から ANXN の和が0ベクトルだったら、この A1 から AN は全部0になるしかないということから、この F でですね、この0ベクトルに移る数ベクトルっていうのはこう00000しかないということが示されたと。すなわち F のカーネルが0ベクトルに限ることが示されたので、まあ F は単写だということも言えます。でまあ以上の3つの事実からこの N 次元のベクトル空間と N 次元の数ベクトル空間が同型だということが言えるわけなんですが、まあそういう話にですので一応
まあ、ここで結論にしておきます。